もしお前が、モーニングルーティーンを優先して、本来やるべきことから逃げてるんだったら、お前は今世紀最大のアホだよ。何をしているのお前はモーニングルーティーンに値しない。値しないって。ね。だってやるべきことやってないじゃん。満足してんじゃん。瞑想して、コールドシャワー浴びて、 ジャーナル書いて。違うねえ。いや、偉いよ。そういうようなことやってんの。ねえ。自己啓発だよ。お前を変える可能性あるよ。だけど、お前には目標があるでしょ。お前には夢があるでしょ。ねえ。どうやって達成するのそれに直結する努力をしなきゃダメでしょ。ねえ。それが、 何よりも優先度高いでしょいいモーニングルーティーンに逃げてる奴が多すぎる。うん。やるべきことをやってないんだったらお前はモーニングルーティーンに値しない。モーニングルーティーンに値する男ってのは、やるべきことをちゃんとこなしていって、やるべきことに対してちゃんと時間を確保できてて、その上で時間が余ってるやつ 時間が余ってるやつの特権いい勘違いするのよ。お前が目標を達成する方法は、その目標に対して実際に近づく行動。いい。瞑想だったり、コールドシャワーだったり、ジャーナルってのは、別に目標に近づくためのものではない。え、だってそうでしょ。オンラインでお金が過ぎたいです。体をかっこよくしたい,いです。 女の子にモテないです。それ瞑想して叶えれる。それコールドシャワー浴びて叶えれる。それジャーナル書いて叶えれる。叶えれないんだって。叶えれない。ね。オンラインで稼ぎたいんだったら、パソコンに向かって集中して作業をしなきゃいけない。カメラを開いて動画を撮らなきゃいけない。女の子にモテたいんだったら、外の世界入れて女の子と交流しなきゃいけない。 かっこいい体作りたいなったら、ジムに行かなきゃいけない。ね。それらの行動をやってなかったら、お前はいつまで経っても自分の目標に近づくことはできない。いいで、それにおいて、ね。モーニングルーティーンを優先して、ね。本来やるべきことやってなかったら、アホだって。何のためにモーニングルーティーンしてんのバカなのね。バカなの 朝起きて、ね、モーニングルーティーンして、ね、1時間経っちゃって、それで結局、じゃあ1時間あのー、集中して仕事をするべきだったのに、ね、1時間ジム行くべきだったのに、ね、モーニングルーティーンやってたせいでできませんでした、その日。ね、でもモーニングルーティーンをこなしから俺は OK? 満足、ね、それお前やった気になってるだけだよ、うん。やった気になってるだけ。何も変わってない。何も変わってないって。うん逃げてるだけ。 だってモーニングルーティーンは楽だもんね。うん。頭使ってパソコンの前に座って、ね、1時間ね画面眺めて、ね、アイディア思い浮かべる。作業する。でそんなことよりも瞑想してた方が楽だもんね。ジャーナル返してたが楽だもんね。ジム行くよりもさ、コールドショー浴びたほうが楽やん。で、ジムで1時間さ、ね、朝水垂らしてさ、ね、あの自分の限界追い込んで。それよりも楽じゃん。瞑想の方が。ジャーナルの方が。散歩の方が。逃げてんじゃないのお前。 甘えてんじゃないのやった気になってん満足してんじゃないの積み上げた気になってんじゃないの何も積み上がってないって。何も積み上がってない。うん。優先順位は履き違えるな。お前の優先順位は自分の目標に対して直結する努力。違うね。で、モーニングルーティーンのせいで、ね。モーニングルーティーンに時間かけてるせいで、そっちに時間回せなかったら本末転倒なんだって。 で今動画見てる人の中には、ね、朝早く学校行かなきゃいけないとか、ね、朝早く仕事行かなきゃいけないとか、まあそういう人たくさんいるんじゃないかと思う。モーニングルーティーンやってる場合じゃないって。朝起きたら速攻でパソコンに立ち向かえって。朝起きたら速攻でジム行けって。ね。最小限に抑えろってモーニングルーティーン。だってそっちの方が大事じゃん。作業する方が大事じゃん。ジム行こうが大事じゃん。 ね、モーニングルーティンしてて、時間なくなって、準備行けませんでした。モーニングルーティンしてて、あの、時間なくなって、1時間副業できませんでした。もう一生で、一生叶わないよ、それ夢。ね。違う時間がないんだったら、優先順位を履き違えずに、本来やるべきことに立ち向かえって。ね。モーニングルーティンってのは、ね、時間があるやつの特権。 時間が確保できるやつの特権別にさあの一、ー、日ね5時間6時間7時間、うん、自分の夢に向かって努力できるんだったらねプラスで1時間モーニングルーティーン使ってもいいよ、うん、だってそっちの方がいい準備をしてそれをものめるわけじゃんうんそうそもそもモーニングルーティーンってのはいい準備をして自分のやるべきことに臨むための儀式なわけようんそうでしょ じゃあ、その望むためのね、準備をして、望むためのものをやってなかったら、準備する必要ないじゃん。バカなの。バカでしょ。アホでしょ。うん、今世紀最大のアホってのはそういうこと。モーニングルーティーンは、準備でしかない。いい準備する時間ないんだったらもう準備しないでやれ。すぐジム行け。すぐパソコンの前に立て。すぐカメラ開け。 紛れもない事実だってねモーニングルーティーンはコンフォートゾーン心地いい楽気持ちいいもん、ね、朝起きて、ね、コールドシャワー浴びてコーヒー飲みながら散歩して帰ってきて瞑想してジャーナル書いて余裕で1時間よ余裕で1時間うんい,やいいよ時間あるんだったらやれってやったほうがいい、ね、俺も時間があるからやってる けど時間がないいってて言い訳してるやつ、ね、あでもジョージさん、あのー、僕は仕事だったり学校が忙しくて時間ないです <laughs> じゃあモーニングルーティンやってる場合じゃないでしょそこで取りかかれてやるべきことに、ね、別に1時間早く起きることはできるでしょ、ね、でも2時間早く起きれないんだったら、ね、どうしても睡眠時間確保しなきゃいけなくて、ね、2時間早く起きることはさすがに厳しいってなるんだったら いや、それはモーニングルーティーンを犠牲にして、ね、やるべきことに1時間当てろって、なんで1時間モーニングルーティーンに当ててるの、お前は。こんなこと言いたくないけど、俺はモーニングルーティーンの重要性だったり、ね、それによってたくさんメリットを味わってきた側だから、うん。こんなねこと言いたくないけど。けど、時間ないんだったら、モーニングルーティーンやってる場合じゃないでしょ。値しないって、お前は、モーニングルーティーンに。うん。 それモーニングルーティーン削ってやるべきことをね、毎日1時間積み上げて、2時間積み上げて、それでじゃあ経済的余裕を得ました。ね、時間的余裕を得ました。それでモーニングルーティーンじゃあ取り入れは分わかるよ。だって時間があるんだもん。最高の準備をして、最高のパフォーマンスを出すための準備期間を毎日作れる。特権だって。特権。うん。そのポジションにお前が今人生に置いているんだったら、ね、やれって。1時間でもかけろって、モーニングルーティーンに。精神統一しろって。 だけど、時間ないんだったら、今すぐやめろ。うん。朝起きて、秒でやるべきことに取り掛か,かれ。いらないって、ね、準備してる場合じゃないって、準備してる時間が無駄うん。無駄でしょう。ね。1時間副業やるのと、1時間モーニングルーティーンやるの、どっちが将来の自分につながるね。1時間ジム行くのと、ね。1時間モーニングルーティーンやるの。 どっちがかっこいい体につながる小学生でもわかるね。ね。小学生でもわかる。いいやるべきことをやる時間がないですって言ってるやつ。全員モーニングルーティーンやめろ。お前らはモーニングルーティーンに値しない。うん。勘違いするな。やるべきことから逃げるな。甘えるな。俺も時間ないときはモーニングルーティーンなんてやってない。うん。ね。モーニングルーティーンってのは、 あくまでも時間がある日にね、確実に自分のやるべきことをやる時間が確保できてるときにね、それに対する準備期間として、ウォーミングアップとしてやってる。うん。ね。じ俺はその時間があることに恵まれてて、ね。それに値するからやってる。もし時間がなくて、 ね、モーニングルーティーンやってるせいで本来やるべきことはできないんだったら俺はモーニングルーティーンをやらないで本来やるべきことはやる。ね。バカじゃないから。うん。いい。これは大きな罠よ。うん。大きな罠。ね。自己啓発習慣をやってそれでやった気になってでも自分の本来の目標に直結する努力から逃げる。ね。やらなくていい理由を作る。おでも俺はモーニングルーティーンをやってるから。 一ミリ成長した。いや、一ミリ、一ミリしか成長しないよ。うん。全員、自分自身を振り返れって。ね。モーニングルーティーンのせいで、やるべきことができてないんだったら、モーニングルーティーン、やめろ。うん。自分の予定、自分のスケジュールに合った毎日を送ること。いい自分がモーニングルーティーンに値しないと思うんだったら、ね。削れって。本来やるべきことやれって。 そっちのほが何倍も早く成長するから。きつい時こそ、やらなきゃいけないことあります。